はい、皆さんこんにちは。今回はこちらですね、スーパー戦隊のブルーということで、今回はブルー特集ということでですね、ジュオージャーのブルーからブンブンジャーのブルーまで一気に紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず最初はジュオージャーですね。ジュオージャーの青といえばジュオーシャークなんですけれども、まあ、ジュオージャーの変身はね、個別変身アイテムがあるわけではないんですけれども、こちらのねジュオーチェンジャー使って変身していきたいと思います。まず電源から。で電話モードにして開けますとですね、変身ボタンこちらですね。でジュオーシャークは2番なので2番します。本能覚醒。はあ、荒海の王者獣王シャークということでね、こちらが獣王シャークでした。はい、じゃあ次はねキューレンジャーですね。キューレンジャーの青色の戦士といえば狼ブルーですよね。でこちらのね、9玉と星座ブラスターを使って変身していきたいと思います。まず電源を入れて、よし、マースライド、よいしょ、でセット、こちらを前にね倒していきます。トリガーを引いて変身ですね。スターチェンジ、ビーストスターオオカミブルーですね。オオカミブルーいいですね。必殺技も、もう必殺技もね、こちらを倒してで、トリガー引いて必殺技だったかな。おー、いいですね。こちらがね、狼ブルーでした。はい、じゃあ今度はね、ルパパトですね。ルパパトのこう青といえば、こちらのね、ルパンブルーですね。ルパンブルーと、この VS チェンジャーを使って変身していきたいと思います。でまずセット。セットじゃない、電源。いきますよ、回答チェンジ。で、こちらを回します。トリガーいきます。ルパンブルーいいですね。でさらにこちらね一回戻して、もう一回すると、ズーンとね、これが飛んでいくと、こういった仕様になってますね。なってますね。めちゃめちゃ簡単。というわけでこちらがルパンブルーでした。はい、じゃあ今度はね、竜ソウジャーですね。竜ソウジャーの青といえば、この竜ソウブルーですよね。でこちらの竜ソウジャーはね、こちら竜ソウルと竜ソウチェンジャーを使って変身していきたいと思います。いきますよ。じゃあまずは展開して刺していきます。竜ソウチェンジ。おお、おっしゃった。竜ソウチェンジ。さらにこれを回していきますよ。エイチの騎士竜装ブルーですね。いいですね、竜装ブルー。さらにここ押すとね、召喚できるんだよね。トリケーン、おお、トリケーンを召喚します。何回でも召喚できる。いいですね。というわけで、リュウソウブルーでした。はい、じゃあ今度はキラメイジャーですね。キラメイジャーのブルーもキラメイブルーなんですけれども、キラメイジャーはね、個別のね、変身音声があるわけではなくて、みんな同じ変身音声なんですよね。それでは変身まずしていきたいと思います。じゃあまず電源を入れて、変身ボタンを押します。キラメイチェンジ。キラメ光線。
必殺アンストッパブルキラメイブルーというわけでね、キラメイブルーに変身しました。これさらにね、マシンを召喚できるので、ちょっとですね、ブルーはジェッタですね。おお、ジェッタの声がしますね。もう一回回すとどうなのかな。もう一つ音声が出ましたね。こちらがね、キラメイブルーでした。はい、じゃあ今度はゼンカイジャーですね。ゼンカイジャーの青の戦士といえばゼンカイブルーンですね。で、こちらの戦隊ギアとこちらのね、ギアトリンガーを使って変身していきます。じゃあまず電源。よいしょ。そしてセットして、こちら回していきます。トリを引いて変身。ゴーゴーパワー全開ブルーン。これで全開ブルーンに変身ですね。じゃ必殺技もやっていきたいと思います。トリを引きます。大全開ブルーン。いいですね。こちらが全開ブルーンでした。はい、じゃあ次はね、ドンブラザーズですね。ドンブラザーズなおといえばサルブラザー。サルブラザーはこちらのね、アバタローギアとこのドンブラスターを使って変身していきます。じゃあまず電源を入れてギアをセットします。アバターチェンジ。トリが引いて変身ですね。サルブラザーいいよ、ムキムキ。おー、いいですね。これでサルブラザーに変身。じゃあさらに必殺技。サルブラザトリが引きます。よー、ドンブラショー。おー、いいですね。こちらランダムでね、めでたしめでたしっていうのもね、流れる時があるんですけれども、こちらがね、サルブラザーでした。はい、じゃあ次はキングオージャーですね。キングオージャーの青といえばトンボオージャーですよね。ヤンマガストが変身していきます。ではですね、こちらのね、オージャカリバーで変身していきますよ。ではまずね、電源から。よっ、ミュージカリバー。じゃあ早速トンボージャー変身いきますよ。トンボ、そしてクワガタトリガー引いて変身ですね。妨害武装、英知の王ヤンマガストというわけでね、こちらでトンボージャーに変身ですね。必殺技もいきましょう。まずトリガーを長押し、王者チャージ。ここでね、3回いきます。もう1回、これでチャージできた状態でトリガーを押して必殺技。いいですね。こちらがね、キングオージャーの青い戦士のトンボオージャーでした。はい、じゃあ最後はブンブンジャーのブンブルーですね。ブンブンジャーはこちらのね、ブンブンチェンジャーを使って変身していきますよ。よいしょ。じゃあ早速変身いきましょうか。電源、電源チェンジャー。で、変身音声は
まあ、レッドとかね、ピンクもね、共通音声になりますけれどもね。では、変身いきますよ。で、こちらタイヤを回して変身。ブームチェンジ。ブーンブルーというわけでね、ブンブルーに変身ですね。でブンブルーはね、こうブンブンカーとして主にね、このブンブンオフロードを使うので、ちょっとこちらのね、音声も聞いていきましょうか。ブンブンオフロードおー、いいですね。さらにこっちを押すと合体音声ですね。ブンブン作りタイヤ。いいですね。というわけでこちらがブンブンジャーのブルーのブンブルーでした。はい、いかがだったでしょうか。今回はブルー戦隊特集ということでやっていったんですけども、まあ個人的にはね、やっぱりまだまだちょっとキングオージャーロスということでね、まあヤンマガスト総長がね、推しですね。というわけでまた次回の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いします。